ごい、いっぱいありますね。ゆうきさん、こんにちは。代表の遠藤と申します。ゆうきです。よろしくお願いします。これからのですね、女性にこう選んでいただけるような、そんな腕時計をちょっと作りたいななんて思ったところに、そこでパッとこうやはりこう出てきたのが、浮かんだのがゆずきさんで。ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。なんかレディースウォッチってやっぱり、ちっちゃかったり、ハートだったりね、はい、そういうイメージがあったんですけれども、はい、私はちょっとそれとは違うちょっと大きめだったり、はいはい、そういうパワフルな時計がすごく好きなので、はい、じゃあゆずきさん、はい、ゆずきさんが考えるですね、はい、ゆずきさんらしい何か新しい時代のこう、はい、女性用の腕時計をちょっと一緒にやっていっていただきたいんですけども、はい、よろしくお願いします。今日は具体的にですね、はい、こうデザインを進めるにあたっていろいろお聞かせください、はいはい、私は自分自身はこれぐらい大きいの好きなんですけど、はい、これってなんか差し色に例えば思い切って、はい、あこういう色とかなんか靴のなんかこういうなるほどピンクとか緑とかが入るなんていうのは、はいはい、ぜひなんかそういうちょっとビビットな色ですか。そう、ビビットな色入れてみたいけど、はい、冒険かなという、はい、せっかくですから、ね、そうですね、はい、いいですか、ね、やってみましょう、やってみましょうこんにちは。こんにちは。今回ちょっとデザインのバリエーションも見ていただきたいなと思いまして、はい、まあ、先日ですね、キラキラした感じだったりとか、はい、そういったところも踏まえてまずちょっとこう文字盤に今回マザーパールを買っていきたいなと思ったんですけど、ゆずきさん6月が誕生日ってことで6月の、はい、いいですね、はい、誕生石がこうマザーオパールですのでちょっとそこかけてキラキラっていうところも踏まえてイエローゴールドのケースだったりを持ってきたりとか、あとはさらにこう黒のケースとか、ね、で黒にこのピンクっていうのを入れてみると合いますね、めっちゃ可愛いですね、はい、ありがとうございます。いただいた意見をもとにですね、まあ、カラーリングも踏まえてサンプルを作っていきますので、はい、どんなのができるのか楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは、はい、大変お待たせいたしました、はい、ついにサンプルが出来上がってまいりましたので今日はぜひご覧になってください。楽しみです。おー、いいじゃないですか。まずこれがベーシックな、はい、はい、そうですね、うん、これ使いやすそう、はい、大きさもこう見やすいっていう大きさをキラキラしてて、はい、いいです。やっぱりイエローゴールドとネイビー、うーん、少しこう大人っぽい感じに仕上がってるかと思うんですけど、はい、おしゃれ。これ本当デニムスタイルに合いそう。女性にブラック、はいはい、私絶対つけます、はい、これ、はい、もうこのベルトを含めたらまたいろんな、はい、ネイビー、あ、めちゃめちゃいいじゃないですか。あ、テンション上がってますね。あとはちょっとあえてパキッと白とか爽やか、爽やかに夏に向けていいね皆様本当にありがとうございました。本当に期待以上の素敵な時計が出来上がって嬉しいです。これつけてもいいですか。あ、どうぞつけてください。おお、いいですね。いや、いいですね、はい、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。自分が自分らしくいられる時計、ノット。